最初は濁ってくるから25分か30分ぐらいで進んでくるんです、うん、進んでくる。それはなんかその沈殿するとかではなくて多分本当に進んでくるんです。へえ。コブの違いでね、はい、濁ったままの状態で出来上がるんです。あ、それはあのコブやコブなんですね。やっぱりコブの、ね、吉川市で、変わってくるんです。あ、高級なコブが手に入らない場合はもう短時間でババッと、短時間でババッと、コブの方を短時間で、コブの方を短時間で引き上げてね。ありがとうございます。これも貴重な情報です。これはすごいぞ。それで水通しだけでも美味しくなるかもしれないですね。Dashi plays such an important role in Japanese cuisine. Udon restaurants would call their dashi the heart. I wasn't helping him at all, but he wanted to help me even though he was working. Yes, I'm talking about the fan, and no wonder he has many fans. 2番たちはお店ではどういうのに使いますか？あと、そうやね。煮炊き物とか。煮炊き物とか。だんだん置いていたら、うん、味が変わってくるから。調整用に。辛くなる。辛くなってくるから。それをちょっとおすすめに。上等なのかな。全然上等です。おいしい、おいしい。ちょっと甘いよ。甘いです。はい。でも甘すぎず。ああ、ごくごく飲めます。やばいですね、本当に。いやー、微調整を。ちょっと多いね。あの水の量で測るやわけですね。測る、うん、4量か。一升10の20。すごい知恵が。下の感覚でちょっと美味しい。甘みが増しなって、増してみた。全体的にまろやかになりましたね。美味しいです。ああ美味しい。あ、いいですか。すいません、ありがとうございます。いや、めちゃめちゃ美味しいですね。
だしを冷やすんですか。冷やしてこれは徐々に冷めていくのとは、傷んでいきます。傷んでいくんですか。なるほど。へえ。うん。早く冷やして。はい。なるほど。冷蔵庫にね。冷蔵庫に。1週間ぐらいは持ちます。ああ。夏場やったら4日ぐらいね。はい。4、5日。それをその病院のところにこう配達で行かれていたと。そう。ああ。お医者さんに先生が。それから僕は昔から関係です。なるほど。もうそれそしたら確かに医者いらずになりますね。お医者さんメニューを食べれてたら。安いんじゃないからね。Recently, when I do editing, I wish in the videos you could also smell the food, but not yet in 2021. How long do I need to wait?Until I can smell videos. います。おいしいです。めちゃめちゃ美味しいです。もうそのフレンチとこのおうどんをやってるっていうコンセプトがまず珍しいから、ね、わざわざ来てくれるお客さんも多いんじゃないですか。七 means seven. Mi means flavor.